コンビニの自動ドア。2年前の話、行きつけのコンビニの店員から話しかけられた。可愛い子だったから内心ワクワクしたんだけど、お客様が通られた後少しして、必ず誰もいないのに自動ドアが開くんですよと。仕事の疲れもあってか、ああそう、程度に受け流したと思う。で、コンビニを出た。そんなわけないだろ、と一応背後を確認。閉じて10秒前後かな。確かに誰もいないのに自動ドアが開いた。内心怖すぎてすぐさまコンビニ入って再度店員に聞いてみた。ねえ、これって毎回？はい。いつから？3ヶ月ほど前から。この間も自動ドアは開いた。ありがとうと言ってコンビニを出た。後ろでやっぱり音がしていた。3ヶ月前はちょうどおじが亡くなった時期と一致する。だからそれを聞いて怖くはなかった。大して何もしてやれないけど、小さい時可愛がってもらった記憶はたくさんある。その日は少し安堵して眠りについた。その2日後、俺は一時停止を無視したトラックにはねられた。スピードは時速70キロオーバー。間違いなく死んでいるはずだった。走馬灯って本当にあるんだね。いろんな思い出や日常が頭の中で交錯したんだ。でも死ななかった。不意に転んだ時くらいのかすり傷。しかし運転手は人を思いっきり跳ねた感覚があったという。俺自身トラックと接触というよりも何かに押されて転んだくらいの感覚だった。その時おじが守ってくれたんだって思った。代わりになってくれたのかと。涙が止まらなかった。少し経ってコンビニの自動ドアもう開くことはなくなった。ありがとう。今は家族を持って元気にやっています。ハンコください。私の家は親がギャンブル好きのため根っからの貧乏でした。学校の給食費なども毎回遅れてしまい、恥ずかしい思いをしていました。そんな家庭だったので、親がギャンブルに打ち込んでいる間は、姉と留守番をすることが多かったんですけど、晩ご飯は親が帰ってきてから一緒に食べるので、まだ何も支度がされていない状況な上、お菓子などもなく、お腹を空かせて待つこともしばしば。それでもたまに、買い置きのお菓子があると、姉と半分こして食べるんですけど、お菓子が減らないことがしょっちゅうありました。当時、ハンコくださいという、キノコの山みたいなお菓子が大好きだったんですけど、姉と一つ一つ数を数えて、きれいに半分こして、ティッシュの上に置いて食べていると、いつの間にか空っぽの箱がまた満タンになっていたんです。姉と二人でキャーキャー騒いだのを覚えています。満タンのハンコくださいを食べ終えるとまた満タン。嬉しくなって大事に戸棚にしまい、翌日親がいる前で食べるともう増えなくて、少しふてくされながら箱を捨てました。それからしばらく経って親が不在でお腹がペコペコだった時、何か食べるものがないかと戸棚を漁っていると、新品のハンコくださいがあり、姉と二人で食べましたが、またしても減らない箱になっていました。こんなことが数回あって、
空腹だった私たちはかなり助けられました。今でもこの体験は姉も覚えており、あまりにも空腹だったから神様がお菓子を足していてくれたんだろうねって言います。空腹が招いた幻覚と言われてしまえばそれまでですけど、私たちにとってはとてもありがたく大切な思い出です。